ロンドンの旧王立取引所前に立つウェリントン公爵騎馬像はイギリスの軍人で政治家でもあった初代ウェリントン公爵アーサー・ウェルズリーを記念する像の一つである。フランシス・レガット・チャントリーの作品で1844年に除幕されたイギリス指定建造物第2級に指定されている。像はシティ・オブ・ロンドンの旧王立取引所前。 バンク交差点を見下ろす位置に立つ。アーサー・ウェルズリーは、ワーテルローの戦いなど、軍人としての功績で知られ、軍服姿の銅像も多いが、この像は、政治家としての功績に対して建てられたため、平服にマントをまとった姿である。台座の側面には、ウェリントンの文字が、正面には、エレクテッド・ジューン18844の文字が刻まれている。 台座の基礎部分には金属の名板が取り付けられ、増設率の趣旨、構想から除幕までの経過が述べられている。18世紀末、それまで600年近く使用されたロンドン橋は、老朽化が顕著となり、交通量の増加にも対応できなくなっていたことから、掛け替えの必要性が指摘されていた。着工までには曲折があったものの、1824年には工事が始まった。 新橋の建設が進むと、今度は新橋を介した道路の整備が提案された。財源に石炭税を当てる前提であったため、炭鉱を所有する貴族は反対したが、アーサー・ウェルズリーは整備の必要性を認識し、法案成立に尽力した。道路は1835年に完成し、当時の国王ウィリアム4世にちなんで、キング・ウィリアム・ストリートと名付けられた。 1836年、ロンドン市長ウィリアム・テイラー・コープランドは、道路整備における、ウェルズリーの尽力に、感謝の意を示すため、像を建てることを提案した。像の制作者としては、リチャード・ウェスト・マコット・ジョン・エドワード・カルー、トーマス・キャンベル、エドワード・ホチス・ベリーといった名も挙がったが、有力だったのは、マシュー・コーツ・ワイアットとフランシス・レガット・チャントリーの2名であった。この年、 ジョージ3世紀馬像を制作したワイアットも支持を集め、議会は半々に分かれたが、結局、チャントリーに決まった。ワイアットは後に別の場所にウェルズリーの像を建てることになった。チャントリーによる像制作は進み、1841年8月にはグラスゴーにウェルズリーの像を建てることになったフランスの彫刻家カルロマ・ロケッティに対して対抗心を炉にし、 自作の出来栄えに自信を示していた。しかしこの年の11月、チャントリーは心臓発作で急死した。像は工房で助手をしていたヘンリー・ウィークスが完成させることになった。1843年年頭の時点で像は完成型がわかる程度にまで制作が進んでいたが、設置が予定された王立取引所は1838年1月に、 火事に愛妻剣工事中であり、像の設置は遅れた。像の除幕式は1844年6月18日に行われた。この日は1815年の同じ日、ワーテルローの戦い、ウェルズリーが連合軍を率いてナポレオン・ボナパルトに勝利したことを記念して選ばれた。式にはウェルズリー自身が出席したほか、ビクトリア女王に会うためロンドンを訪れていたザックセンを フリードリヒアウグスト2世も出席した。アーノルド、ダナ、ルーラルアーバネザム、ロンドンランドスケープスインザ・アーリーナインティーンズ、センチュリー、マンチェスター、マンチェスターユニバーシティプレス、ピアニッシモ、106から107、ISBN9780719068201、ジョン・ティムズ、ウェリントニアナ、アネクドーツ、マキシムズ、アンドカレクタースティックス、 オブ・ザ・デューケ・オブ・ウェリントンセレクテッド・バイ・ J ェレティムズ P－ 六十六ウィルソンエフィンガムウェリントンスタチュー。ディスクリプション・オブ・ザ・ニュー・ロイヤル・エクスチェンジインクルーリング・アンヒストリカル・ノーティス・オブ・ザ・フォーマーエデファセス＆エイブリーフメモア・オブ・サー。ティーグレシャム E. ウィルソンピアニッシモ百十四百十六。ありがとうございます。